科学のお姉さん五十嵐美希です。アナヒコです。よろしくお願いします。今日は何をするのかな。今日はね、アナヒコくん、スーパーボールって知ってるよね。 NFL のでしょ。ん、違います。何、よくお祭りとかでこうね、すくうやつ、すくう方、そっちのスーパーボール。そう、はいはい、分かってますよ。分かる、分かります、分かります。今日はね、あれをお家でも作ることができるので、実際にやってみたいと思います。楽しみ、楽しみでしょ、うん、それじゃあやってみましょう。レッツサイエンス。今回使うものは洗濯のり、塩、お水、絵の具。アナヒコくん、何何、スーパーボールを作るのに色を決めたいんだけど、うん、ほうほう、何色がいい？小麦色。ちょっと待って、あるかな、わかりづらいね。やっぱ朱色で作ろうと思います。今日は朱色で、朱色、これでこれでいい？目立ちやすいからいいと思います。そういうでしょ、はい、はい、じゃあこれで作ります。はい、まず塩をお水に溶かします。徐々に少しずつ入れながら混ぜて溶かします。この時、塩が溶けなくなるまで溶かし続けてください。塩がもう溶けきらなくなったので、このように少し沈殿しています。洗濯のりと絵の具を混ぜます。洗濯のりをコップに入れます。少しトロトロしてます、のりだからね。この中に絵の具を入れます。このように混ぜます。この食塩水を洗濯のりの中に入れてよく混ぜます。じゃあできてきたんで見てみましょう。じゃん、このようになんか塊ができました。この塊をキッチンペーパーで水気を取ります。こんな感じになります。ではこれを丸めていきます。完成です。アナヒコくんできたよ、見て見て。わあ、カリカリ梅？違います。違う、色は似てるけど違います。あ、スーパーボールね。スーパーボールです。え、先生それ弾むの？そう、これね、おーおーおなんかね、あ、なるほどなるほど、こんな感じでスーパーボール、あ、本当だ本当だ、弾む弾む。へえ、先生、はい、これはどうやってそんな風にね、できたの？それはね、洗濯のりの中では大量のポリビニルアルコールが水に溶けた状態になっています。これに食塩を加えると、食塩が水を奪い、ポリビニルアルコールの塊を取り出すことができます。この塊は弾む力が強いため、スーパーボールのように跳ね返るボールができました。じゃあさ、先生、うん、何？そのスーパーボールをバウンドさせてる間に一周回ってキャッチしてみて。いいよ、やってあげるよ。スーパーボールだったらそれぐらいできるでしょ。できるよ、いくよ。はい、せーの、の、うん、あー、はい、いや、できてない。できたみたいになってるけど、先生。いや、でも楽しかったね。楽しかったね。いや、これが作れたらやっぱり人気者になれるね。ね、そう。
そうでしょ、いろんな色にしてもいいしね。そう、好きな色でね、あの作ったりとかもできるので、はい、自分で作ったら愛情も湧きます。そうだね、はい、あとこう一回やって一回転して撮るのも練習してください。いや、まあ、先生は多分ずっとできないだろうですね。いやでも楽しかったです、本当に楽しかったですね。はい、はい、じゃあお家で作ってみてください。はい、それじゃあまたね、バイバイ。バイバイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。